瀬谷駅。瀬谷駅は、神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目にある、相模鉄道本線の駅である。駅番号は、SO13。島式ホーム2面4線を有する地上駅。京城駅舎を持っている。なお、京城駅舎改以前は、南北それぞれに駅舎があり、ホーム間を、湖泉橋で連絡していた。 2012年3月までは相対式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の形をとっていたが3番線は貨物列車が運行していた頃に対比線として使用されていたそのため下り列車も対比可能なように下り線には上り線に転線可能な渡り線が設けられているしかし貨物列車が廃止されて以降は通常使用されなかった 現在は JR 線、東急線とそれぞれ相互乗り入れする都心直通プロジェクト、神奈川東部方面線も参照に伴い、下り線側に線路を新たに整備して上下線とも対比可能な2面四線にする工事が行われ、2012年4月に新設の下り対比線を新一番線とする番線変更が行われた旧一番線新二番線、旧二番線新三番線、 93番線新4番線。同年4月29日からは、本線の改良工事に伴い2.3番線の使用を停止し1.4番線を使用する運用に変更されたが、再整備が完了したことから2013年5月19日より、発着番線が2.3番線に再度変更されている。なお特急運行開始時の2014年4月27日の ダイヤ改正では1.4番線の旅客利用はされていなかったが、4番線については2015年5月31日のダイヤ改正以降は、平日朝の特急による急行、快速の追い抜きが行われている。駅構内には、バイデ・フランス、ステシャニスト、イストや、ファミリーマートといった商業施設がある。戦時中は、海軍道路沿いに、 鉄道の引き込み線があった。その分岐点は、かつて当駅から存在していた三橋駅方面に近い位置にあり、横浜市立瀬谷中学校の敷地を通過して、海軍道路に通じていた。2007年12月に IC カード専用改札機が導入された。神奈川東部方面線構想に伴い、相鉄本線に速達列車を運行させる計画のため、 上り線のみにある対避線を2010年4月から下り線にも付設して温線化させる工事を開始した。当駅は昔からホームの2面4線化が想定されており、新駅舎自体に対避線を設ける空間は確保されていたが、列車の編成が長大化したことから線路沿い南側の相鉄ゼンなどを閉店し、また駐輪場を一時移設した上で敷地を確保した。 当初は2011年3月に完成する予定だったが、下りたい線の線路と河川を付設した後は、上りたい線を撤去して再整備が行われ、同年夏に校内工事が完成、その後も本線や分岐線を撤去しつつ再整備を行っており、工事は継続され、2013年12月をもって整備は終了した。2017年、 平成29年度の1日平均上行人員は44,491人である。近年の1日平均上行乗車人員推移は下評の通り。戦後しばらくの間は商業施設は南口のスーパーマーケットなどが主であり、貸し自転車店や風呂受け店があった。金融機関は横浜南の東京とセア郵便局だけであった。北口は とつかく役所せやししょ、横浜市立せや小学校、横浜市立せや中学校、せや消防署、せや北郵便局などが主だった施設であった。昭和40年代後半になると、金融機関は南口に、横浜信用金庫、北口に、横浜銀行が出店し、その後北口にも八千代信用金庫、現、きらぼし銀行、南口にも静岡銀行、 その後撤退が進出した。スーパーマーケットは北口に、西友2006年閉店が出店し、南口の相模鉄道資材置き場跡地にも、相鉄ストア、現、相鉄ゼンが出店した。昭和50年代には北口に、バス乗り場が設置され、相模鉄道バスは、細谷湖団地業、神奈川中央交通は、戸塚駅、東口港、鶴間駅業、 原町電量の路線が乗り入れていた。また、家電量販店チェーンである、ダイオウ、ン、ラオックスも開店した。1983年に放映された、フジテレビ系列の連続ドラマ、早春スケッチブックの舞台となった、希望が丘駅周辺と共に、主人公の一人である、も月づ昭一、河原崎昭一郎が演じたが、8000大信用金庫。 瀬谷市の障害課長という設定で、同志店と北口広場でロケ撮影が行われた。他には、南口から少し離れた厚木街道沿いにある洋食レストラン、塩田でもロケ撮影が行われた。1988年に事業計画決定された再開発は、瀬谷駅北地区については店舗が少ないこともあって順調に進み、 4棟のマンションなどが完成した。スーパーマーケットは、1999年に、丸越、翌2000年に、ユータカラヤが出店した。また、1998年には、相鉄駐車場ビルが完成した。1階が、瀬谷駅北口交通広場、バスタクシー乗り場となっている。北口からは、カンナ中バスが、立場バスターミナルまで、泉屋線泉屋駅経由で、 毎時三本運行されている。また、八幡神社前、鶴間駅東口、マークスプリングス港のバスも運行されている。相模鉄道バスでは2007年12月に、細谷湖線からの路線撤退を発表し、翌2008年8月16日に、神奈川中央交通へ移乗し、2009年4月より北側、元、ダイソーから宝くじ売り場付近に、 地上3階建ての商業ビルを建設し、2010年7月1日にスマイルストリート製や管理、相鉄ビルマネジメントとしてグランドオープンした。一方、南口は権利関係が絡んで、再開発計画は遅延しているものの、一棟のマンションが建設される予定である。2005年の環状4号線の部分開通で、古戦橋が仮設、仮降化され、 交通量は増加傾向にある。駅周辺の観光資源として、セヤ八福神がある。年始になると、その窓口として、スタンプブックの販売なども行われる。このほかかつては、相鉄ゼンも立地していたが、2010年に閉店した。1950年代後半に横浜市は、セヤの市街地造成を打ち出したが、上世谷通信施設周辺の工場化。 住宅化を嫌った在日米軍が基地周囲に電波干渉地区の設定を要求。1959年には当駅を含む極めて広範囲に電波規制と建設規制が敷かれた。冷戦終結後の1994年に電波規制が解除されると当駅周囲の再開発が行われ、北口の再開発、1988年事業計画決定。 2000年事業、完了は一部地域を除きほぼ完成した。一方で、南口の再開発、1988年事業計画決定、は遅延している。2000年代に入ってからは一部商店が閉店し、跡地が駐車場、駐輪場となった箇所も見られ、北口や環状4号線沿いの賑わいに比べて活気がなくなっている。東駅北口を出て、 約100メートルの場所にあるバスターミナル停留署名は、瀬谷駅より、神奈川中央交通、一部は、神奈川中央交通東に委託の以下の路線が、発着している、各路線の詳細については、神奈川中央交通、戸塚営業所及び、神奈川中央交通東、山和営業所を参照。なお、南口より銀座通り経由で、 下瀬谷港の相模鉄道バスが運行されていた時期もある。また、かつては、戸塚駅東口まで、神奈川中央交通の路線が運行されていた。開業時の駅の所在地、鎌倉郡瀬谷村大和瀬谷から。なお、瀬谷の地名の由来については、瀬谷口地名の由来を参照のこと。相模鉄道では、将来的に地下駅化する構想もあり、 製薬のマスタープランによると半地下計画とされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。